クロアチアンシープドッグは、クロアチア原産の牧羊犬種である。姿のよく似たハンガリー原産のムーディの先祖でもある。古い犬種で、14世紀頃に作出された。アジア州の国から輸入されたトレセトニとソイエニツキという犬種名以外が、すべて謎に包まれている犬とセルビアのプーリンという犬を掛け合わせることによって作られた。主に牧羊犬として飼育され、 羊の誘導を行っていたが、ガードドッグとしては使われていない。森畜犬としての役割は、サルプラニーナッツや、カルストシェパードなどの専門犬種に任せるのが伝統である。しかし、羊に危機が迫った時にはそれらと一緒に立ち向かう、勇気も持ち合わせているため、番犬として飼育している人もいる。元は羊飼いによってのみ飼育されていた犬種であった、ため、 二度の世界大戦によって非常に希少化し絶滅寸前となった。戦後は子孫種であるムーディの地も導入しながら何とか生き残ることができ、1969年にフシーに公認犬種として登録された。それにより原産地でさえあまり知られていなかった本種の知名度が上昇し国外でも知られるようになった。そのため現在は 牧羊犬としてだけでなく、ペットや消毒グとしても飼育されている。しかし、その頭数は今でも非常に少なく、不死公認犬種の中で最も絶滅する可能性の高い犬種の一つとしてリストされている。日本では2009年に初めて正式な国内登録が行われた。しかし、2010年度の国内登録頭数順位は最下位の犬種の一つであった。 子犬姿はムーリとそっくりだが、本種の方が体重は重い。日本犬のようなスピッツタイプの犬種で、三角の大きめの立ち耳、ふさふさの巻き尾である。コートは厚い巻き毛のショートコートであるが、顔と足の全部のみ、スムースコートである。毛色は通常ジェットブラックであるが、ごく稀にホワイトの毛色のものもいる。目は小さく、瞳の色は琥珀色である。 体高40から51センチメートル、体重13から16キログラムの中型犬で、性格はおとなしく従順だが、勇敢で警戒心の強い一面もある。しつけの飲み込みは早く、状況判断力も優れる。走り回ることが大好きで、運動量は多い。ありがとうございます。